走行中のスカイバスメトロ車両スカイバスメトロは、インドの科学技術者である B ラージャーラーム氏によって、考案された、プロトタイプ懸垂鉄道システムである。これは、ドイツにある、ブッパータール空中鉄道や、H バーンのように、高架走路の元に車両を吊るす、いわば懸垂式モノレールの一種である。インドゴア州、マーガオにある、延長 1.6km のテストトラックにて、 2004年より試運転が開始されたが、同年9月25日に客車がコンクリート製トラックの客中に衝突する事故により、従業員の1名が死亡し、3名が負傷した。テストトラックは 10.5km まで拡張する予定であったが、事故以来何も進展することはなく、当システムはインドではどこにも採用されなかった。スカイバスは、 乗客を輸送する懸垂式客車車両であり、電力を使用して時速 100km で走行することができる。重さ 52kg マイメートルの標準機関レールは 8mX2m の箱型筐体に配置されている。これらのレールは区域層上25から 20m 間隔で配置された高さ 10m、直径 1m の支柱の上に指示されている。この構造物は 道路の車線間の仕切り空間に建設されている。スカイバスは交通を妨害することなく既存の道路の道筋に沿った経路を走ることができる。走行には2本の標準車軸、ボギー台車を使用する。各台車は三小交流モーターによって駆動される。電力は第三機場より供給される。ブレーキは補助ディスクでの回生ブレーキ及び機械式ブレーキのいずれかである。 電力はブラシまたは動電性の車輪によって車両に供給される。客車は広く大きな窓による二重兵器の軽量車体であり、かつレールの下に吊るされている。空調付きの客車には幅4メートルの自動ドアがついている。車内には視聴覚情報を提供する装置が設置されている。一編成で300人の乗客を輸送することができる。各車両は 長さ9.25メートルで幅は3.2メートルである。列車は全長18.5メートルとなる2両の車両からなっている。トラバーサーはトラック間のユニットを自動的に平行移動する。トラバーサーは物を持ち上げたり移動するために他た産業で利用されていたトランスバーサーから改変されたものである。トラバーサーにおいてトラックのプラットフォームはモーターからなる。 ボギー台車にかかり、かつトラック上にも乗っている。トラバーサーは、駅のような振りをする。第3のユニットに、不足の遅れが生じた場合には横断されていて、最後の駅から、トラバーサーへの50メートルの距離は、現状維持の能力を2つのユニットに提供するために、維持される。駅でのスカイバスメトロ車両駅は、地上5.5メートルの空調付きプラットフォームである。駅には、 自動ドアおよびリフトがある。駅の自動ドアはスマートカードで開く。駅は長さ50メートル以内の地点に収まっている。2004年に、今館鉄道は、ゴア州政府の助けを借りて、ゴア州、マーガオにて、スカイバスのテストを実施した。同年9月25日に、事故により、従業員の1名が死亡し、3名が負傷したため、試運転が終了した。トラックは、 1.6km を走行。テストトラックは 10.5km まで拡張される予定であった。ラージャラーム氏は使いバスを擁護し事故が回避可能であったと述べた。最急勾配は2%であった。最急カーブは半径 100m のカーブであった。垂直カーブの最大半径は 3375m であった。ありがとうございます。